鹿島アントラーズの柴崎岳です。 J リーグ月間 MVP に選ばれたことを大変光栄に思います。チームとして8月を5戦4勝1分けと、いい成績を残したことを、代表して僕が今週受け取りたいと思います。ありがとうございました。まあ、今季は、副キャプテンを任されることも多く、チームの中での責任感という意味では昨年より、増しているとは思いますし、チームの中での役割も、徐々に大きくなっていると思いますし、常に中心選手でやっているという自覚は、去年よりは大きくなっていると思います。まあ、クラブの、に対する責任と、まあ、日本代表する責任はまあ違いますけども、まあ、クラブと代表は、別々に、捉えてはいますし、クラブのに席を置いてますし、クラブのために戦いたいという、気持ちは持ちつつ、まあ、代表に、チームに加わることがあれば、また、国を代表する気持ちを大事に、戦いたいと思ってますし、まあ、どちらにしてもしっかりと責任を持ってプレーヤーをしたいなと思っております。まあ、まだ、いい位置につけていますし、まあ、優勝まで、手の届かないわけではないので、残り11試合、しっかりと、勝ち続けるように頑張りたいと思います。